まあちょっと他のトレード案もなんか考えようか。ちょっとすごくシンプルだけどビッグトレードをちょっと一つ紹介してもよろしいでしょうか。これどう思う？これはめちゃくちゃ賛否両論ありそうな。このトレードどうでしょう？ホークスがミケル・ブリッジス獲得して、ネッツがデジョンテ・マレーと、まあ、1巡目指名っていう案。まあ、指名権は2巡目になるのか、ロッタリーのピック、プロテクトつくのか、その辺はあれだけど。ネッツが負けすぎ。ああ、やっぱデジョンテ・マレーの、みんな、そんな低かったっけ？もともとデジョンテ・マレーの評価。もっと高くなかった？マレーって。デジョンテやばいだろみたいな雰囲気あったと思うんだけど。いや、俺もね、どっちかっていうと、なんかね、まあ、ミケルは全然いい選手だと思うんだけど、例えばあそこまでキャム・ジョンもハンドルしてとか、ってなるんであれば、なんかミケル・ブリッジスである必要性がそこまで、なんか去年よりも薄いような気がするんだよな。やっぱミケルでいいよねって去年なったと思うんだけど、今年じゃあそのミケルがね、MIP 予想すごい多かった。俺のチャンネルでも一番予想が多かったのがミケルだったけど、なんだか去年の方が良かったぞみたいな。で、まあキャムジョンとかがハンドル全くしないんであれば、まあミケルいていいと思うんだけど、キャムジョンもなんかちょろっとハンドルしだして、で、その上で確率もキープしてる。3、それでも40%以上決めてるキャムジョンがいるんであれば、なんかやっぱクリエイターの質をデジョンテマレーで上げてに振り切った方がいいんじゃねとか思ったんやけど。で、バランスは崩れないと思うんだよね。まあ、ミケルの方が好き、デジョンテの方が好きとか、一旦そこを置いといて、例えばホークスにデジョンテ・マレーとトレイ・ヤングよりも、トレイ・ヤングとミケル・ブリッジスの方がバランス良さそうだし、ネッツも、ミケルとキャム・ジョンよりも、デジョンテ・マレーとキャム・ジョンの方がバランス良さそうだし、お互いなんかチームの、なんかあり方を考えた時になんかバランスは崩れなさそうだなっていうところと、やっぱネッツはもうずっと俺は言ってるけど、いいクリエイター取った方がいいんじゃねっていうので、だクリエイターっていう目線で言うとミケルよりもデジョンテ・マレーの方が上だと思うから、まあ俺が当時から考えてたクリエイター不足の解消にもつながるっていう意味で、なんかミケルをトレードに出すの俺の頭の中で全くなかったんだけど、俺でもマレーがネッツ行くんだったらワンチャンありじゃねとか一瞬思ったよな。まああとは指名権で、まあ、調整しつつ、まあ、ホークスの問題がこの指名権がね、今年も来年も再来年も4年後も出せないよ。確か24、25、26、27、28が出せなくて、26が出せるんだったっけな。もしかしたら最短で出せるのが29年ってなると、その29年の時の1巡目にネッツがそこまで魅力を感じないみたいな、そういうのはあるかもしれないね。あとは これはあんまりセンス自分の中でも感じなかったけど、やけくそ。日頃から言ってます、ザク・ラビーンのキングス入りを考えた時に、まあ、サラリー合わせとかいろいろもろもろ考えると、やっぱハリバーンとケビン・ハーターは確定。で、ただ、キングス1巡目出したくないっていうところで、代わりに1巡目出してくれるチームを探して、で、指名権豊富にある、まあ、OKC かジャズ考えたんだけど、まあ、ジャズはやっぱクリス・ダーンのところをグレードアップして、デイビオン・ミッチェル獲得に、そこまで価値の高くない指名権を、まあ、ブルズに渡して、ハリバン・ハーター1巡目1枚、まあ、ラビーンのこの重たい契約とか考えると、まあ、そこまで贅沢も言ってらんないのかなみたいな。いや、このジャズが1巡目出したのは、まず繰り返しになるけど、この指名権はめちゃめちゃ価値の低い指名権。それが何年の指名権になるか分かんないけど、俺の想像してるのはすごく価値の低い指名権で、その上でモデルで言うと、OKC がもうあまりに余ってる 1巡目をウスマン・ジェンのために3枚出したっていうあれに近いかな。そのまだ再建なのか勝負出るのか、ホルムグレンを確かめるまでは分からない状態の中で、1巡目ありすぎてもう持て余してた OKC が1巡目、そのコンテンダーチームじゃないのに1巡目3枚出したっていう、モデルはそれになってる。だからまあデイビオン・ミッチェルにどこまで価値を感じるかだけど、あ、確かにクリス・ダン出戻りか、ブルース。まあ、本当の出戻りはウルブスだけどね
ウルブズ帰ってきてくれないかな。ラビーンでこんなに取れない、こんなにっていうのがどれを指してるのか分かんないんだけど、例えばまあ1巡目は価値の低い1巡目、まあ、それでも出しすぎって言われたらまあそれまでなんだけど、でクリス・ダンはもう いていないようなもん、まあ、本当おまけ、サラリー合わせでしか使われてない。であとハリソン・バーズもハーターも、まあ、確かにいい選手だからいい選手取れたねみたいな見方もできるけど、まあ、どのチームに出してもサラリーが重すぎるから結局2人ぐらい取ることになると思うけどな、まあ、キングスだったらそれがハリソン・バーンズとケビン・ハーターだったっていうだけで、どこだろうね、例えばこれがレイカーズってなったらこれがディアンジェロ・ラッセルと八村になるわけでしょ。だからでクリス・ダンはまあいてもいなくても変わらないっていう中で、あとは1巡目つくかつかないかぐらいの差しかないと思うんだけど、でラビーンなんか、まあ、ラビーンのとこれが釣り合ってるかどうか置いといて、ラビーンの契約金が高すぎるがゆえに必然的になんか中堅選手、割といい選手2人取れちゃうみたいな、まあ、これが例えばそのマブスとかだったらここがティム・ハーダウェイ・ジュニアとかになるから、あとはベルターンズとかになるから、まあ、そういうチームももしかしたらあるかもしれんけど、基本的にはさすがにラビーン舐めすぎじゃない？これ取れすぎなのってちょっと思っちゃう。スーパースターだけどな、スーパースターの中では格下だけどスーパースターだから、ケビン・ハーターよりも全然ラビーの方が上だと思うしってちょっと思った。ただまあジャズの部分はあの俺も別にセンスはないと思う。これはもうなんかそのキングスがラビーンのこの契約を重たいのを受け取る代わりにもうバーンズとハーター出してるだけでいっぱいいっぱいです、だから1巡目はさすがに出せませんっていう何か代わりを探した時に、まあ、適当にジャズでいいやって思っただけだから、まあ、個人的にはここの方が考える余地はあるかなとは思う。だってトレイ・クレイグとかあ違うテイラーか、テイラーとかもマジでクソほど適当に選んだもんな。まああとはどんなもんやろうな、ちょっと海外に機能見てみるか、まあ、さっきちょっとミケルとデジョンテマレーのトレード考えたからちょっと別の人のデジョンテの案考えてみましょう。おーなんかタウンズ出てるんだけど、あてか待ってウルブズなんでタウンズ出てんだと思ったらウルブズ絡んでるやん、クズマがえてデジョンテマレー来たんだけどデジョンテマレーのトレード案探してたらウルブズにデジョンテマレーが来るトレード案見つけてしまった。なんでだよ、クズマとデジョンテマレーか、でタウンズだけ放出したのは、あとミルトンね、あなるほどね、うわもうわからん、よう考えようと思ったよ。 OKC シンプルだね、なんで、あポクゼフスキー出されとる、ポクゼフスキーと1巡目1枚とベルターンズ出してカペラ、まあ、確かにねホルムグレーンだけじゃ物足りないと、ビッグマン必要だよねっていうのでトレーマンももう全然使わなくなっちゃった、もう彼の育成は多分諦めただろうね。あとはベルターンズの、まあ、サラリーダンプっていうのも考えて、まあ、1巡目1枚出してカペラってことなんかな、知らんけど、オークスはマレー、カペラ、ミルズ、グリフィン1巡目2枚出してシアカム、タムンズ、おーなるほどね、あディアンドレオハンターも出してんだ、ハンター、グリフィン1巡目2枚、マレー、カペラか、クソほど出すやん、なるほどね、もうがっつり変えたいと、もうそう入れ替えしましょうという気持ちが伝わってきますね。もうちょいなんかさないですか、楽なやつ、見てて楽なやつ探したいな。これはなんかね選手4人とかにあまりセンス感じないんだよな、まあでも逆に難しいからセンスあるまであんのか。レイカーズがジョン・コリ・マレー・マシューズ獲得で、ディアンジェロと八村とクリスピー・シフィーノ1巡目1枚2巡目2枚、マシューズはまあサラリー合わせだろうな。ジョンコリとデジョンテマレーか。俺するとデジョンテマレー、リーブス、ジョンコリ、AD、レブロンか。うん。今日確かにジョンコリにやられたもんな。今日やられたからジョンコリ欲しいってなったのかもしかして。ホークス、セクストン、八村、クリスティ。ジャズがジョンコリと1巡目とセクストン出して、ディアンジョーか。もっとなんか楽な、あ楽、このぐらいがちょうどいいな。レイカーズにマレー、スパーズがラッセルとシフィーヌ、あーケルドン出されてる、さよならケルドン・ジョンソン、ディアンジェロと1巡目1枚とシフィーノでディアンジェロ、ディジョンテマレーか、もうこのレベルの選手なの、ディーローと1巡目だけでマレー取れちゃうみたいな、俺のディジョンテの評価が高いんかな、なんか逆転してない、俺ディジョンテの評価めっちゃ低かった、ね、気づいたらなんか俺が高すぎる説ある。ケルドン・ジョンソン出してディアンジェロ獲得して何がしたいんだろうな、シフィーノとケルドンをトレードしたみたいな感じやけど、
なんかスパーズがちょっとよくわかんないね。お、マジックにデジョンテマレー行くパターン。マジックがフルーツ、ハワード1巡目2枚出してデジョンテマレー。ニックスがフルーツと2巡目。あー出た、フォーニエと1巡目セットで出すプランね。決まった典型パターンのプラン。お手軽セット。フォーニエに1巡目つけてフルーツか。いやーなんかない気がするけど。ニックスがなんかイップス中のフルーツにかける理由がよくわかんないね。もう今すぐ勝ちたいトムシポドーがフルーツ待てると全く思えないんだよな。お前のなんか病気なんて知ったことかみたいな。トムシポドーに彼を我慢強く使うっていう、そういった心はないだろうな、きっと。これはまたスパーズにディアンジェル・ラッセル行ってる。好きだね。なんでこんなスパーズラッセル狙ってんの。もうウェンバンヤマにパスするディアンジェロが見たいんかな。マクダーモット、オースマン、一巡目一番。よくわからんな。レイカーズがカペラ、デジョンテ、八村、ディアンジェロ、バンドビュート。これが一番あんま好きじゃないかもな、個人的には。いろいろ見てきたけど。お、こういうのいいね。単品トレードね。単品っていうか、二チームでね。カペラ、デジョンテ、バフキン、エイジェイ・グリフィン。ホークス、クリス・ポール。さよなら、クリス・ポール。クミンガ、ムーディー。ああ。なんかもうどっちに行きたいのかちょっとよくわからんな。クリス・ポール獲得して優勝を目指したいのか、クミンガとムーディー獲得してポテンシャル重視で育成させたいのか。なんかクリス・ポールがサラリー合わせにしかなってない、てかそのためなんかな。サラリー合わせってなんかこういうコーリー・ジョセフ最後に入れてあと2ミリオンとか3ミリオン足りないところを合わせるみたいなサラリー合わせが多いけど、クリス・ポールのこのクミンガ欲しいっていうけどカペラとじゃ全然釣り合わない、よしクリス・ポールボールをサラリー合わせやみたいな。サラリー合わせ要員として出される史上最高額になるんじゃない30ミリオンって。さすがにこれはちょっとやりすぎじゃない。え、みんなもこのぐらいデジョンテの評価低い。グラハムとブランナムとシャンペーンだっけ、この3人取れるなら全然いいだろうとはないよね。さすがにないよな。俺のデジョンテの評価が高すぎる可能性はあるかもしれんけど、だとしてもこれは低すぎるよな。これ戻ってきてほしいだけやんけ。デジョンテマリーにスパーズ戻ってきてほしいだけやんけこいつ。しかもパティ、うわでもスパーズ愛感じるわ。憎めん、こいつのこと憎めん俺。パティ・ミルズも入れてるところに往年のスパーズ愛を感じるわ。うわホークスのことガン無視してるけど、いやそれでもスパーズ愛がすごいな。許そう、うん、この愛は大きいわ。ちょっと口を挟むべきではないと感じました。これはリーブス、シフィーの1巡目2枚獲得してデジョンテマレーと1巡目1枚放出。あ、じゃあリーブスと1巡目1枚とシフィーのでデジョンテトレードっていう感じか。でレイカーズがリーブス、シフィーの1巡目2枚、ディアンジェロ。めちゃくちゃ出すな、もう1巡目全部出しとるやんって思ったら1巡目ここで回収してるわ、うざ。まあ回収っていうか、まあ順位の低いのになるっていうことやね。まあ、スワップ券みたいな感じ。やりすぎよう。もうどっちかだけにしよう。気持ちが高鳴るのはわかるけど、トレードデッドライン、どっちかだけにしよう。いやーなんかいろいろ見てきたけど、やっぱ落ち着くな。このトレード案が落ち着かな。この、もう釣り合ってるかどうか置いといて、もっとリラックスしていこうよっていう。すごい荒ぶってるもんな。一周回ってな。そう、目に優しいよ。俺のトレード案目に優しくない？うわ、ほら。もう、一巡目、1、2、3、4、5、6、7。一巡目7枚出して、7枚出したら OKC どんな選手取るんだろうな。さあ気になるその選手は、ドゥドゥン、マーカネン。さすがにやりすぎだろ。いくらマーカネンいい選手だからといって、一巡目7枚はさすがにやりすぎだろ。なんで KD 超えしてんだよ。おかしいだろ。KD とかゴベアとかドノバン・ミッチルとかポール・ジョージですら1巡目5枚の壁を越えれてないのに、1巡目7枚でも出せるんです。なぜ1巡目5枚止まりなのかって言ったら、そのそもそも自前の指名権そんなに持ってないっていうところで、ルール上やっぱね、将来の1巡目を2年連続出せないっていうのがあるんだけど、まあ OKC はね1巡目そう持ちすぎてるから、25年26年27年って連続の年になったとしても、25年の1巡目はまだもう1枚あるし、26年目もまだもう1枚あるし、27年目ももう1枚あるから 1巡目なくなんないよねっていうね。だから7枚出しちゃうっていう、確かにルール上は可能ではあるけど、触れるのやめとこう。売れるだけ時間の無駄なような気がする。あ、シンプル来たよ、シンプル。うわーでも渋ったね、レイカーズさん渋ったねこれ。2巡目3枚か。え待って、これは釣り合う？
こんぐらいデジョンテ・マレーの評価ってみんなの中でも、まあ、さっきのあのホークスとスパーズのやつはやりすぎだとして、これでまあ釣り合ってるかなっていう感じ。さすがにこれはデジョンテ・マレーを低く見積もりすぎてるね。いやなんかそのどこなのか知りたいよな。まあもちろんリスナーのみんなの中でも一人一人違うとは思うんだけど、その一般的なデジョンテ・マレーの市場価値が知りたい。いわゆるさっきのこれだとやりすぎなよね。ミケル・ブリッジス出して、あ違う、デジョンテ・マレーと1巡目出してミケル・ブリッジスはホークス取りすぎっていうことなのね。でもホークス1巡目3枚出してくれ、デジョンテ・マレーに。でマレー本人は全然悪くないと思うんだけど、やっぱチームが勝ててないから評価下がっちゃったのかな。デジョンテ自体はなんかスタッツとかも落ちてないし、どうなんだろう、まあ、やっぱディフェンス実はあんまり上手くない説っていうのが最近なんかまかり通ってるからなのかな。デジョンって今日はまあまあひどかった。ああそうなんだ。じゃあ直近の試合で言うとあまり評価が上がらないみたいなのかな。まあでも俺もあれやな、ウルブズあのシーズン序盤でデジョンテ・マレーに40点取られてフルボッコにされたから、後半20点差ぐらいでホークスに勝ってたのにデジョンテ・マレー一人にひっくり返されたからな。マジでマクダニエルズがつこうがエドワーズがつこうが誰がつこうが止められなかったよな。あマクダニは出てなかったわ。エドワーズ、ニキールか、ニキールついてもエドワーズついても、まあ、そのインパクトがちょっと強すぎるっていうのはあるかもしれない。レイカーズがジェラミー・グラントと、だからもうどっちかにしよう。なんでなんかグリコのセットなんじゃないんだから、なんで福袋っぽくしてんのこれ。ディジョンテ勝ったらグラントもついてきましたじゃないの。ディアンジェロ、リーブス、ウッド、ヴィンセント、バンデビ、クリスティ。てかちょっと待って、これホークスとブレイザーズで何もやり取りないじゃん。これはルール上 NG ですね。トレードするんだったら、まあ、金銭でもいいし、まあ、何でもいいんだけど、何かしらやり取りがないとトレードできないから、まあ、金銭とかは多分トレードマシンできないかな。まあ、だからこれでも成立してるように見えてるっていう感じなのかもしれない。うわ、互角トレード多いな。すげえよう考えるよみんな。これはまあでも取ろうとするともうほぼ一緒よな。もう八村かディアンジェロかリーブスよな。まあ誰かが出て代わりに来るっていう、もうただそれを繰り返してるだけよね。これもホークスとウィザーズでやり取りないんだ。なんか3チーム絡めてるのに、この2つの他のチームでさ、ホークスとウィザーズとかで何もやり取りがないと、ああなんかレイカーズのことしか考えてないのかなってやっぱ思っちゃうよな。ちょっと、まあ、別にこう必ず含めなきゃいけないっていうルールはないからあれなんだけど、お前は八村、お前はラッセル、はいいいでしょって、満足でしょって八村やるからマレーよこしとけみたいな。まあデジョンテはこんなもんかな。ちょっとトレード案は一旦この辺で。まあでもやっぱ楽しいよなこのトレード期間。まさかいきなり、まああんまりどでかいトレードではないけど、いきなり今日トレードあるとも思わなかったし。